ムツゴロウは、鈴木木、ハゼカに属する魚の一種。潮が引いた干潟の上で生活する魚として知られ、有明海、八代海を含む東アジアに分布する。有明海沿岸では、ムツ、本ムツなどと呼ばれる。英語ではこれらを総称し、マザキパーと呼ぶ。干潮時に、泥出干潟の上で活動するムツゴロウ。佐賀県佐賀市の東岡海岸水面から大半分を出して、 様子を伺うムツゴロウムツゴロウの紐の制御は、全長15センチメートル、最大で20センチメートルに達する。同様に、干潟上で見られる飛びハゼの倍くらいの大きさになる。体色は、褐色から暗緑色で、全身に白か青の反転がある。両目は、頭の一番高いところに突き出ていて、周囲を広く見渡せる。また、威嚇や、求愛の時には二つの背びれを大きく広げ、 よく目立つ。なんで日型に1メートルほどの巣穴を掘って生活する。満潮時、夜間、敵に追われた時などは巣穴に隠れるが、昼間の干潮時には、巣穴から生い出て活動する。日型では、胸びれで張ったり、全身で飛び跳ねて移動する。日型の上で生活できるのは、皮膚と口の中に溜めた水で呼吸するためと言われる。陸上生活ができるとはいえ、皮膚が乾くと生きることが、できず、 時にごろりと転がって、体を濡らす行動が見られる。直径2メートルほどの縄張りを持ち、同種だけでなく同じ餌を食べるヤマトウサガニなども、激しく攻撃して追い払う。反対に、肉食性の飛びハゼとは、餌の競合はしないが、縄張りに入ってきた飛びハゼに対しては、攻撃して追い払う。植物食性で、干潟の泥の表面に付着しているソウなどの低生草類を食べる。 口は大きく、上顎には尖った歯が生えているが、下顎の歯は、シャベル状で前方を向いている。口を地面に押し付け、頭を左右に振りながら、化学の歯で、泥の表面に繁殖した藻類を泥と一緒に薄く、削り取って食べる。一年のうちで最も活発に活動するのは、初夏で、ムツゴロウ漁も、この時期に行われる。この時期には、オスがぴょんぴょんと跳ねて求愛したり、 縄張り内に侵入した他のオスと背びれを立てて、威嚇し合ったり、猛獣のように激しく戦ったりする姿が見られる。メスは、巣穴の横穴部分の天井に散乱し、オスが孵化するまで卵を守る。孵化した稚魚は、巣穴から泳ぎ出し、しばらく水中で遊泳生活を送るが、全長2センチメートルほどになると海岸に定着し、日型生活を始める。日本、朝鮮半島、中国、 台湾に分布するが、日本での分布域は、有明海と八代海に限られる。表記の対島海峡が陸続きだった頃に、東、シナ海沿岸に大きな干潟ができ、その際に、六ツ頃が大陸から移ってきたと考えられている。有明海、八代海の干潟は、タラ山系、麻蘇山などの火山灰に由来する細かい電湿干潟で、干潟の泥粒が荒いと体が傷つき弱ってしまう。 春は晩春から初夏で、漁は引き潮の間に行われる。逃げるときはカエルのように素早く連続ジャンプするので、捉えるのは意外と難しい。巣穴に竹筒などで作った罠を仕掛けて巣穴から出てきたところを捕獲する、高っぽや巧みに、ムツゴロウを引っ掛ける、ムツ掛けなどの伝統漁法で漁獲される。肉は柔らかくて脂肪が多い。 新鮮なうちにかば焼きにするのが一般的で死ぬと味も落ちる。ムツゴロウのかば焼きは佐賀県の郷土料理の一つである。陸上生活をすることから水族館などでもよく飼育される。観客などによる日型の減少に乱獲も重なり、個体数は減少している。環境省の気水、淡水魚類レッドリストでは1991年版で希少種、 1999年版で絶滅危惧通類だったが2007年版では絶滅危惧 i ー類となり絶滅の危険が高まっていると評価されている。ムツゴロウ族ボリイローサルマスはインド太平洋域の干潟に数種類が分布するが日本では有明海と八代海にムツゴロウ一種だけが分布する。ありがとうございます。